イルチブレーンヨガは1985年に李承賢が韓国で創始した心身トレーニングメソッドである脳教育とも呼ばれる初期はダン・ダンハ白、後にダンヨガと名乗っていたが2015年後半にアメリカではボディブレーンまたはボディブレーンヨガに日本ではイルチブレーンヨガに改名している株式会社ダンワールドと下部組織 関連組織がレッスンの実施、教員の育成等を行う。イルチブレンヨガはダンワールドの子会社のダンワールドジャパンが脳教育の普及のために設けた教室も指す。本国韓国でのダンワールドは1980年代以降の韓国のニューエイジ、新霊性運動における単元呼吸普及団体の一つとして知られ、健康や癒しを扱う株式会社として組織される。 制度化された宗教を否定し、冷静を強調している。アメリカをはじめ世界各地に約200カ所の支部を設立し、エルサルバドル等に農教育の普及を行い表彰されるなどの国際的な活動を行う一方で、本国韓国内においては2004年には国学院と称する研究機関を開設して、ダン君ンを 反民族の祖先として崇拝する、断訓ンン民族主義を専用するなど、ナショナリズムを推進する運動を展開し、海外におけるグローバリズムと韓国内におけるナショナリズムという相反する要素を共存させている。道教の先導、倒し層の流れを組む朝鮮古代の心身修練法、弾白に由来し、脳科学を組み合わせたものと説明している。単学の動員法、呼吸法、 瞑想法などが行われる。理は、悟りの大衆化を提唱し、ヨガの名を用いているが、インドなど、南アジアのヨガの伝統とは、関係がない。コンサルティング会社 BR コンサルティングが、指摘財産権を所有している。ボディーブレーンセンターで、ダンヨガを練習する、人々同郷の先導、タオ思想、内丹術の流れを組む朝鮮の古代の修練、単学に由来し、 心と体の健康を高めることを目的とすると、される。単学の単は原子の生命エネルギーを意味し、学は理論や哲学を学ぶという意味があるという。東洋の伝統的なトレーニングと最新脳科学を統合した初めての脳ヒーリングヨガ、と説明している。音明古行と理性研が開発した脳教育の BOS5 段階に基づくとされる。 支持者は、脳教育は、脳の潜在能力を目覚めさせ活性化させると考えている。自分の脳を支配下に置き、主として脳を100%活用することを目指す。動員体操で軽絡の気の流れを良くし、過丹電に気を集めて、性、肉体、気、神を養い、体、心、脳を活性化させると健康になり、 各個人が事故の中の道と出会い創造的に生きる方法であるとしている。オーラの実在を信じ、イルチブレーンヨガのトレーニングの実施でオーラの状態が改善するとしている。スタジオではオーラ写真の撮影も行われている。李承剣は1950年に韓国の天安市に生まれ、病院で臨床病理師として勤務した。1980年30代の時に 韓国の母竹山で21日間断食と瞑想を行い、長く失われていた断のプラクティスを再発見したと述べている。修練やスピリチュアル体験をもとに脳教育プログラム、短学を開発したという。一本の指、または一つの道を意味する、イルチと名乗るようになり、1985年に株式会社タンワールドの前身である短学船員を設立。 韓国では、1980年代以降の経済発展の中で、個人主義的消費文化が生まれ、欧米や日本で、ニューエイジ、心霊性運動と呼ばれる運動が流行したが、立命館大学教授の笹光明によると、丹間ラブ船員や国船道などの、丹田呼吸普及団体も、その一部であった。韓国での短学船員は、ダンクン神話に登場する朝鮮民族の祖とされる、 ダンンを報じ、1980年代から本国、韓国でダンン専用運動を行った。ソウルのダウンタウンに最初のセンターを作り、法人顧客を開拓し、韓国全土に展開した。ダンのプログラムは360以上の瞑想と脳の,の強化技術を取り入れたとされており、様々なプログラムやワークショップに体系化され、5段階にまとめられた。 この新進訓練システムが今日の脳教育で脳の最適な利用法を教えるものとされる。1991年にアメリカに進出しペンシルベニア州フィラデルフィアに最初の店舗をオープンした。1993年にダンのメンバーの一人が精神病性エピソードで妻を考察して逮捕されてからアメリカでの展開は難航した。1996年に ニューエージャーに人気のセドナに拠点を移し、ヨガブームに乗って、ダンにヨガと付け加えて、ダンヨガとした。ダンヨガは南アジアの行法と関係がないため、ヨガとは言えないという批判もある。国際的な展開の中で、単電呼吸は、脳呼吸、気は、生命エネルギーや、ボルテックスエナジーというように、東アジアの伝統的な気概念が、 欧米のニューエイジ用語によって言い換えられ、変容され脱構築と再創造が試みられている。2002年に本国で社名を単学船員からタンワールドに変更。2004年には国学院という研究機関を開設し、本国韓国においてダク訓に基づく朝鮮民族精神の普及を行った。日本には1997年に進出。 2006年からフランチャイズ展開し、ダンヨガや子供の教育の教室を展開した。2017年時点のダンワールドジャパンの代表取締役は、週始め年、25都道府県に100カ所のスタジオがある。日本の教室では、レッスンだけでなく、国家、人種を超えた共存と調和の精神文明を創造する地球平和の守護者であるインストラクター養成コース。 社会や地球を癒すヒーラーとしての意識と技術を育成するヒーラー養成コースも開講されている。日本には特定非営利活動法人アイブリア・ジャパン、一般社団法人エコなどの関連団体がある。ダンコとイルチブレインヨガは2009年時点で9つの国2221のセンターがあり、190万人が学んだと主張している。 同社と関連会社は2009年時点で5053人を雇用し、アメリカで22のフランチャイズがある。カナダ、ドイツ、日本、韓国、ロシア、英国、香港の7カ国にもスタジオがあり、2015年にニュージーランドに新しく新しいリトリートセンターがオープンした。会社の収益の情報は不十分であるが、韓国の週刊誌によると、 ダウンワールドの2003年の世界売り上げは1700億、ウォンで、韓国の自動車メーカーの利益率を大きく上回り、ホーブスは2009年のアメリカでの利益は3400万ドルと見積もっている。李承権は、活動を通じて36冊の本を出版し、国際脳教育協会、韓国の科学研究所、国際脳教育総合大学院大学校、平和のための脳教育を設立し、 脳の研究と訓練を促進し、ブレインエデュケーションシステムトラーニング、脳教育の BOS5 段階を開発したまた、脳は、思考を現実に変える変換装置であり、意志の力があれば、望むものを引き寄せられるとして、引き寄せの法則に賛同し推奨している。理承権はすでに、ダウンワールドに関与しておらず、ダウンヨガの知的財産権を所有する、コンサルティング会社 BR コンサルティングが、 経営しているとされるが、実態は未だに、理承権の統率下にあるという反論もある。人間の心身や脳波について、独自の理論を展開しており、科学者からは、イルチブレーンヨガの理論は科学ではないという批判も、ある一方で、李は、韓国脳科学研究所を設立し、ソウル国立大学病院やロンドン大学、ゴールドスミスカレッジ心理学科と協力して、 科学的効果の検証を続けている。勧誘の方法や金額に関してトラブルもあり、過酷なプラクティス中の死亡事故もあり、カルト、霊感症法、マインドコントロールの技術を使っているなどの批判、フォーブスや CNN による批判的な報道もあった。これに対してダムンワールドの広報は30年間人々が幸福になる手助けをしてきたと反論している。 論争があるにもかかわらず、2010年時点でビジネスとしてはかなり成功している。教育の場にも進出しており、マサチューセッツ工科大学、オレゴン大学などの全米の大学に数十のボディブレーンのクラブがある。スポークスマンによると、2009年時点でアメリカの300の公立校に導入されており、2011年よりエルサルバドルの公立校に導入。 コスタリカなどへも教育の場を広げている。理承権は悟りを一般大衆化するために多様な訓練法を編み出したとされる。商品名、脳教育、または、イール知能教育、ベスト、ベスト5脳教育の BOS5 段階は、理承権が開発し推奨した一連のトレーニングのことで、脳呼吸と脳教育プログラム、単学に続くものである。脳呼吸とは、 伝統的な丹田呼吸を現代風に言い換えたものである。究極的には朝鮮の古い道徳関連にある公益人間の育成を目指す。脳の潜在能力を最大限活用する教育法で集中力の向上、想像力の拡大、共感の増大及び公益的な精神をもたらすとされる。ボディブレインのウェブサイトによると李承賢は 心と体の自然自由のリズムを活性化させるためのエクササイズ、呼吸法、ストレッチのシステムを開発した。脳教育は脳を目覚めさせる、脳を柔軟にする、脳を浄化する、脳を統合する、脳の主になるという5段階からなる。脳教育の3大原理、水消化後、新規血性、精密器、き、人名については脳教育の基本原理を参照。 イギリスのベン・ゴールドエーカー博士は2004年にガーディアンの彼のコラムバッドサイエンスで理承権の脳教育は疑似科学であると告評した。脳波振動は心と体の健康を増進するテクニックとして創立者の理想権により考案され、イルチブレーンヨガスタジオのエクササイズの中心として行われている。理承権によると脳波は一種の振動であり、 人の健康と人生観に大きな影響を及ぼすという。2010年1月アメリカでのダン・ヨガをめぐる論争と、訴訟に関する CNN 三部作の中で、神経外科医の 3J、グプタ博士は、脳波振動が血圧を下げ、弱視を改善し、多発性硬化症の症状を軽減さえしているという、証言について意見を求められた。 グプタは脳や他の体の部位を振動させることによって脳の一部をオン・オフするという概念は科学に基づいたものではなくそのような話は経験的に立証できるものではないと番組の中で述べた脳波振動の心身に与える影響がいくつか検証されている2010年7月にソウル大学校の E ・ハージョンの対象実験でストレスレベルが下がる 可能性が示された。2012年のロンドン大学ゴールドスミスカレッジ心理学科のデボラ・バウドンと韓国脳科学研究所による脳波振動とアイアンガーヨガマインドフルネス瞑想との比較調査でアイアンガーヨガマインドフルネス瞑想と同様にストレスと気づきを改善し比較して抑うつ入民戦時に好影響を与える可能性が示された。 その後も、科学的検証は続けられ、同年 BWV による、内面的注意に関与する、脳領域の機能的変化、ストレス体制の向上を示す結晶カテコールアミンの変化、BWV による脳の開発質、白質の構造的変化、長期的 BWV 瞑想実践者における、開発質と白質の構造的違い、睡眠時間、効率、健康、幸福感、 エネルギー状態への効果、鎮静関連因子である結晶脳の増加などの報告を続けている。イルチブレインヨガは、丹田を鍛えることを目指し、体の力と直結する丹田を鍛えることで、体だけでなく、心も、そして考え方も強く明るくなってゆくとしている。インドの用語も取り入れられており、中国思想の丹田は、サンスクリット語でチャクラであるとし、カタンデンと、 第二チャクラを同じものと考える。単田イコールチャクラは、エネルギーが集まり、回転する場所であり、気血エネルギー、宇宙エネルギー、くんだりにの循環経路であるとする。チャクラは7つあると考え、それぞれ異なる、臓器、神経系と、つながり、感情を主観すると考える。7つのうち2番、4番、6番のチャクラを重視する。まず第二チャクラを、開発し、 これがなされると、第4チャクラ、第6チャクラが開発され、これによって、すべてのチャクラが活性化されるとしている。第2チャクラ開発に、重要なのは、超運動であると述べている。水消化口太陽の熱が下に降りると、海水が水蒸気となって、上に上げるという自然エネルギーとしている。これを人体に当てはめ、人造の水のエネルギーが上昇し、 心臓の火のエネルギーが加工するという循環が活発であると健康になるとする。新規血精神が集中したところに気が集まり、気が向かうところに血が流れ込み、生になるというもの。自らの思考が現実を決めるとし、引き寄せの法則と同一視される。脳は思考を現実に変える変換装置であり、意志の力があれば望むものを引き寄せられると主張されている。 なお、思考が生活における強力な決定要因であるという考えは、理想圏のオリジナルとは言えない。書籍、ザ・シークレットなど、広く見られ、現代では、ポジティブシンキングは、根強い人気がある。生命電子を呼び覚ます。生命電子瞑想の実践で、過去の苦い記憶や古い習慣が取り除かれ、脳が本来の力を発揮でき、夢を叶えることができるようになるとしている。 引き寄せの法則をテーマに、セドナで、生命電子瞑想のセミナーに参加した、老若男女9人のドキュメンタリー映画、チェンジ・ライフ・パーティクルの力を作成、スタジオなどで上演している。引き寄せの法則について、脳科学の観点から真相に迫る映画であると、述べている。葬式、立証兼、神との対話のニール・ドナルド・ウォルシュ、医学博士のスチュワート・ハメロフも出演している。 精密機創人名人間は、性、肉体、気、神からなるとしており、精密機、創人名とは、性が十万になるときが、盛んになり神が住んで、清くなるという意味である。過端電、中端電、上端電のエネルギーの完成した過程を表す、原理で、体と心、意識の進化過程を含むとされる。精密とは過丹電が開発、完成され、 肉体的な健康の問題が解決される状態のこと。そうとは、中丹田が開発、完成され心が開いていく状態で、四番チャクラが開くと、生、気、神のバランスが取れ、自分の内面に眠っている本当の自分、真がを見出し、自分の思う通りの人生を描くことができるようになるとしている。神名は、上丹田が開発、完成され、 知恵が脇心理を悟るという意味とされている。気を欧米のニューエージ用語で言い換え、生命電子と呼んでいる。宇宙の万物を構成する最小単位の粒子であり、生命の最小単位で全ての細胞を作り出している電子であるとしている。生命電子はあらゆる生命を癒す力があるという。脳教育の究極的な目的は、国際脳教育協会によると、 平和と共存を人間が追求するべき、最高の特目として実践する人である、公益人間の養成である。東京韓国学校校長の金読英によると、公益人間は、天地人合一の精神で、人間の世界の幸せと平和を志向する、理想主義的な理念である。としている。この理念は、反民族固有の精神文化的資産であり、大韓民国の教育理念であり、 国連世界人権宣言に明示された教育理念とも相通じるとダンワールドはしている。公益人間、公益人間理科世界とは、ダンクン朝鮮の建国理念とされ、韓国の建国理念でもある。淵紙は論文の中で公益人間の人間は人ではなく、世の中を指している。公益人間理科世界は、ダンクン崇拝の団体で競技の中心に掲げられ、 信奉者は、ダンクン神話を、制裁一致の申請を司る霊能の起源と見ていた。つまり、公益人間理科世界は、全人類が共に栄えるという意味であると同時に、世界のあらゆる宗教の根源は朝鮮にあり、すべては朝鮮に帰るという根源、既一思想となっていたと述べている。公益人間として魂を成長させ完成させた最終段階を、 ダンワールドの関連団体では、異天化と呼ぶ。天賦業は、天地の創造と運行、万物の成長生水の原理を、漢字81文字で表したものである。白木時代、最知縁がこの文字を見て、漢文で翻訳して、妙高山石壁に刻んだ。1917年くも、桂園児が発見して解釈して、今に伝えながら、 多くの解釈と議論がされているのが実情であると、前出の鐘は述べている。ダンワールドによると、1万年ほど前に書かれたという記述があるが、出典は不確かである。ダン君が、四角文という古代文字で記録させたとされ、朝鮮半島の白頭山に原文が刻まれた石碑があるというが、通説は、妙高山で発見されたとされる。 天付業は全ての源であると言われ、衝突もせず、他を排除もせず、互いに調和し、包み抱え、全てが再び帰っていく目的であるとしており、理承権は、天付業は、一つの純粋なエネルギーを伝えるもので、観察し、社教し、唱える、また唱えられるのを聞くことで、エネルギーが伝わると述べている。クン数杯の団体で、天狗業は、天狗員と共に、 南ン,ン朝鮮の神話的世界を再現するための、秘宝の呪文として扱われていたと、前室の淵上は述べている。イルチブレインヨガは、オーラが存在すると考えている。オーラとは、生きているものすべてにある、生体エネルギーを色で表したもので、大抵虹の七色であるとされる。イルチブレインヨガでトレーニングすることで、オーラの色が良くなるとしており、トレーニング前後に、オーラ Q という機械で、 オーラ撮影を行い、診断、アドバイスをするサービスを実施している。オーラ Q は人間に流れている微量の電気を読み取り、その波動の違いをオーラの色で表したものであるとされる。オーラ撮影で体のストレス状態、生活習慣、交換神経、副交換神経のバランス、エネルギーレベル、気質、性格、情緒状態、 感情的特徴がわかるとしている。カルト被害を考える会は、イルチブレインヨガは、下記の裁判の第2回公判で、勧有時に撮影するオーラ写真は、体温や血流量、脈拍等を読み取って表示したもので、霊的なエネルギーではないことを明らかにしたと述べている。生命電子カード、添付業瞑想カード、生きている金属で金色に塗装された体の調和を、 高めるというオカムタートル、脳を刺激するという光と音を出すトランスミッター、脳の形をした携帯用バイブレーター、瞑想中の認識を向上させるというキットなどがある。イルチブレンヨガが販売する生命電子カードは、李性圏がセドナでの瞑想で見たという赤い生命電子太陽が中央に描かれたカードである。生命電子カードは、健康、幸せ、 想像へと導くヒーリングパワーカードで心の不安を取り除き安らぎを得る効果があり自然治癒力を高めると主張している自分を癒したり他者を癒すために使用するとしている李性圏が作った添付業瞑想カードという占い用品が販売されている添付業タロットとも呼ばれこのカードで占うことで今必要なメッセージを受け取ることができるとされている 2018年9月エルサバドルの公立校を平和に改革したことを評価され、創始者の李承賢がエルサルバドル政府最高賞であるホセシメオン・カニャス賞受賞。2018年10月国学機構の世界的普及を評価され、創始者の李承賢が大韓民国体育昇進校賞受賞。2002年に元ダンヨガのマネージャーが洗脳され、 偽証権に性的関係を強要されたと、カリフォルニア州の裁判所に提訴した。この件は和解金を支払うことで和解した。2005年に、ジュリア・マーガレット・シバールズ教授らが、42歳の姉妹が、セドナの90度の炎天下で、40ポンドの岩を、担いで食べ物も水もほとんどない状況で、山岳地帯で訓練させられ、脱水症状で死亡したとして提訴した。 ダンヨガ側は、これが違法行為であることを否定し、3年後に、他2人の原告とは和解した。2009年に、アリゾナ州で、27人が、ダンヨガを提訴した。心理的にコントロールされ何千ドルも費やすように、誘導された、強制的に家族や友人から切り離され、一晩中何千回も殴り合ったり、他のメンバーの足を舐めたり、 のまずくわずでの十字時間に及ぶトレーニングなどの身体的、精神的、金銭的虐待があったと述べており、李承賢が若い女性の弟子を性的暴行したと主張された。ホーブスは、これらの主張は、スティーブン・ハサン、リック・エイロス、キャスリーン、マンなどのカルトの専門家が、長年ダンヨガについて語ってきたことと重なっていると述べており、ダンヨガの元メンバーを助けてきた。 メンタルヘルスカウンセラーのスティーブン・ハサンは家族やそれまでの価値観から生徒を切り離すためにマインドコントロールの技術が不正に用いられていると批判した。韓国人以外の原告はダンヨガのために平均3万ドルの負債があり、ハレルソンと元従業員たちはインストラクターが学生ローンを使うよう強要したと述べている。ダンヨガの広報はダンヨガ側が 生徒にローンを組むよう促すことはなく、原告の負債は彼らの金銭管理の問題で、ダンヨガがビジネスであるという事実に、言い訳や謝罪の必要はなく、彼らは不満を持った元従業員に過ぎないと述べた。李証権は、ダンヨガの知的財産はコンサルティング会社 BR、コンサルティングが持っており、直接関与していないとして、訴訟を棄却しようとした。しかし原告側は、 李性権は未だにダンヨガを統率しており、利益は李性権に移され、彼のアリゾナのババや高額のギャンブル、プライベートジェットに利用されていると反論した。この裁判は、ホーブスや CNN で取り上げられ、ダニョーガ側は抗議を表明した。2009年5月22日からのアリゾナでの一連の連邦訴訟は、 裁判所による帰却下原告の取り下げにより2013年4月1日にすべてが正式に終了したことを報告している。2012年7月16日の毎日新聞に霊感商法の被害にあったとして日本でダンヨガを運営するダンワールドジャパンと幹部に対する損害賠償訴訟が近く起こされるとの記事が掲載された。国民生活センターに 高額なコースを進められるなど305件の被害相談が寄せられていること。全国霊感商法対策弁護士連絡会にも被害相談が相次いでいること。川田秀正弁護士の恐怖を植え付け大金を支出させる。ヨガ修練に名を借りた霊感商法だというコメントなどが紹介された。また川田弁護士によると、米国、韓国でも同様の訴訟が起こされている。 これに対して、ダウンワールドジャパンは、これらの報道の内容は、必ずしも事実に即したものではなく、国民生活センターから実際に連絡を受けた、回避変換の事例は2011年度に8件、2012年度に2件、ほどで、理由も、霊感商法とは、無関係であると反論している。理承権が1998年11月に、設立した、コンサルティング会社。 現在はアメリカのアリゾナ州セドナにある教育プログラムと経営コンサルティングサービスのフランチャイズビジネスを行う2006年にドンワールドジャパン2008年にボディブレーンセンターをはじめとするフランチャイズセンターを開設し2009年に韓国にフランチャイズセンターを導入して農教育の普及を図っているダンワールドジャパンイールチブレーンアップ 子供の教育団ワールドジャパンは、ノートレーニングで子供のあらゆる能力を高めるとして、イールチブレーンアップ、子供の教育という教室を展開している。ヘソヒーリングなど、トレーニングの一部は、イールチブレーンヨガと重複している。理承権が設立した。2010年に国連に NGO として認定されている。地域別に、下部協会が存在する。 特定非営利活動法人アイブリアジャパン特定。非営利活動法人アイブリアジャパンは国際の教育協会の日本支部として1997年に活動を開始した。2019年時点のアイブリアジャパンの会長はイルチブレインヨガ神奈川エリアマネージャーの田中ゆかり。アイブリアジャパンは脳教育の民間資格ブレイントレーナーを発行している。イルチブレインヨガで ヒーラーとしての意識と技術を学ぶマスターヒーラープログラムを受講し、アイブリアジャパンに登録すると、ブレイントレーナー2級という民間資格を与えられる。チャクラヒーラースクールを受講し、アイブリアジャパンに登録をすると、ブレイントレーナー準1級という民間資格を与えられる。アイブリアジャパンへの登録は有料。NPO 法人日本の教育協会のブレイントレーナーは、 2011年の気仙沼の復興イベントで生命電子カードを送った。また、エルサルバドルにも生命電子カードを送っている。地球環境の改善、人間性の回復をテーマに、理承権が提唱した地球人意識を呼び覚ます。人間愛、地球愛、ムーブメント、地球で暮らす。全人類が同じ地球市民として、 地球を守り愛するという意識文化運動を行う、個人、団体、企業のネットワーク。日本の一般社団法人エココと地球市民学校は、地球市民運動を展開する団体。特定非営利活動法人アイブリアジャパンと MOU を締結している。理事長は品川玲子。人間性回復、健康、自然環境、教育、文化アートの5つの領域で、 地球愛、地球人精神を持つ人材の育成を目指し、人生120年スクール、セルフケア BHP の紹介、クリーンナップ運動、日本ベンジャミン人間性英才学校、地球機構などを推進している。2019年7月現在、地球市民会員登録すると、魂の小鳥の映像視聴をプレゼントしている。理想健が設立した。 人間性と公益を教育の中心に置くというフリースクール。韓国、アメリカ、日本にある。校舎、教科、授業、テスト、成績表、宿題がない。体力を最も重視し、ベンジャミン体操12段というトレーニングで体を鍛えることで内面の力を育てるとしている。教育は脳教育の理論と方法論に基づいている。2014年に、 韓国で開校した。校長は、キムナオク。一般社団法人地球市民学校が運営する。日本ベンジャミン人間性英才学校の校長は、イルチブレンヨガ東京エリアマネージャーの品川玲子。イルチブレンヨガのスタジオは、日本ベンジャミン人間性英才学校の広報に、関わっている。ありがとうございます。